イエーイ、始まりました。横から始まります。さあ、いつもテンション高いですよ。はい、何でしたっけこれ何でしたっけ、イバキラナイトですね。そうだ、イバキラナイト、イバキラナイトの、ジェシーの横乗りパラダイス始まります。よし、1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶり、それではですね、早速、あ、まず自分誰なんだと、カメラマンやってる三村です。よろしくお願いします。はい、前回の放送皆さん見ていただけましたでしょうかね。結構なんか、始まるまではまだ長くて、またぎということで、今月がやっとなんかこうウェイクボードの、本番みたいな感じなんですけども、その、ウェイクボードを一緒に楽しんだ、まず、一緒に楽しんだジェシーを紹介したいと思います。それじゃあジェシーどうぞ。イエーイ。俺が何でしたってんだ、こっから出してくれ。エディマフィー、エディマフィー、エディマフィー、エディマフィー。あ、日本語吹き替えね、来ましたけど。何ですか、何ですか、今日ハートじゃないですか。今回はときめいております。前回は星で、星で、若干分かりづらかったんですけど、今回ハートで抜かせていただきましたんで。しかもね、ちょっとね、乳首出てたからね、前回ね。まあそうなんですよね、今回はこれだったらもうバッチリですよね。きっちりでございます。きっちりと抑えてあります。目いっぱいでございますんでね、私ね。そうですね。乳輪肥大症候群でございますんで、これで目いっぱいで隠しておりますんで、イメージ沸かしていただけるかなと思うんですけど。そうですね、じゃあ早速なんですけども、突っ込まないですね、このマイクには。この往年の80年代、ザ・ドリフターズスタイル。あ、これドリフですね。これはもう懇願しましてですね。完全に俺ハリウッドだと思ってたから、今回懇願しまして、このスタイルが実現しましたですね。やっぱこれが落ち着くよね。この線があるっていうのがね、ちょっと本家とは違うところですけど ね、そこはね、これじゃ動き回れないですからね。今日線付きだ、動きないんでいいんじゃないですか。じゃあそれでは行ってみたいと思います。それでは VTR の紹介をお願いしますよ。 OK。 横乗り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 、なんだって入るっすからね、やっぱり。はい、ということで、今からウェイクボードの方行きたいと思いますけど、二人の方どうですか。準備運動、準備運動、ね、乗ってきてるっすね。乗ってきますよね、はい、呼んでるっすね、中川が。じゃあですね、ちょっといきなり入るとやっぱちょっと危険なんで、やっぱちょっと柔軟をちょっとやっていきたいと思います。さすが真面目っすね。そうですよ、俺いきなりニュースするのかと思ったんですけど、ちょっと怖いんで。37歳から伸ばしましょう。37歳だから、はい、伸ばしてもらって。35歳だから35歳、じゃあ、何かこう、ないですかね、こう柔軟でこういうのどうですかみたいな。骨が柔らかいっていう。すごいっすね。骨が柔らかいっすね。骨が柔らかいです。柔らかいっす。ちょっとなんかじゃあ、あれペタッと。ペタッとこういう。いけます。これも常識っすね。常識っすか。やっぱプロスポーツ選手はこうやってこのぐらいの柔軟は全然できる。一個ずついきましょう。はい、はい、はい、どうぞ。いけます。はい、次。どこ伸びてます。俺ですか、今、裏筋キュンキュンに伸びてます。その何で伸びてるのか分かんないけど、分かんないですよね。伸びてます、ね、いろんな長寿が、はい、じゃあ、はい、そこからの、なんだろう、これはできるっすよ。晩酌スタイルですもん、だってこことここを合わせて、ここを押すと、どこが伸びますか。なるほどね。ああ、遠いしょ。ああ、なるほど。ここの、そうですね。このね、股関節が、はい、来てます。ね、柔らかくしておきましょう。じゃあこうやって、ここライン、こうやって柔らかくしておきます。これ結構じゃあつくの、これビタッと。昔ついたんだけど今つかないですよね。なんだろう。赤ちゃんなんかすごいよね、赤ちゃん。ん、足口に入れるもんね。赤ちゃんすごいですよ。赤ちゃんめちゃくちゃ柔らかい。柔らかいです。足口しゃぶるんですよ。いや、ジェイソン。俺だっていけるっすよ、これ。無理怖いし、ここが面白いんだよ、この顔が、この顔が面白い。もう一回言って、でもなんかさ、すげえわ、面白いっていうか、すげえや、すげえ、すげえショットガンだね。なんか面白いっていうかさ、なんかさ、見てる人がさ、ってなりそうじゃない。すごいよね、さすが。さすがやっぱり、そこまでちゃんと考えてくれてますから。もうベトナム戦争以来の衝撃だな。これいいっすか。あ、これが基本ですね、腰鳴らすやつ。ああ、
バティストヨタ。あれつかないつかない。つかないつかない。マックスマックスマックス。マイペースで自分のペースでやってるから。全然マックス。いいっすね、はい、サンシャイン。行きましょう反対。サンシャイン反対ね。反対反対ね。はい。怖いよー。こっち来る？完全になんか。つかない？それ俺をつくぜ。つくよね。上がんね。上がんね。皆さんつきますよね。ダメ。ぜひダメだね。見つかった。出会えない手と手。テンション上がんねえなこれ。よし。じゃあ。じゃあ。怪我。アキレス腱だけ伸ばして。よくやって。ここだけ伸ばして。いけば大丈夫ですよね。大丈夫だと思います。もう私も。はい、それでは準備もできまして、このように素敵な今日もウェイクスタイルで、はい、決まってんな、さすが、ね、さすが、はい、ジェシースイムスタイルで、これはもう、はい、変わってたらこれでしょう、そうですよね、はい、じゃあそれではこの2人と今からウェイクボードを楽しみたいと思います。今日よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。わお。それじゃあ行ってきまーす。イエーイ。なんかジャングルクルーズみたいな。あ、いい。なんか面白いこと言って。なんか面白いこと言って。それ一番難しいあれだよね。面白いこと言ってって。最後だって落とせばいいでしょ。そう。一番怖いのは我々人類の世界。さあ行っちゃうよ、ミムちゃん。行きます。もう飛ばして飛ばして。行きますか、じゃあ。行っちゃうよ。おい。言ってよ。危ねえかよ。出ました。危ねえ。すいません。出ました。スクリュー。スクリュー危ない。スクリュー危険。危険です。危険です。危ない危ない。はい。すいません。行、はい、く？さあそれでは。サンバ。はい、ということでここから全、はい、メイク始まるところですね、ちょうどこれ。来ました来ました。まあストレッチのね。ストレッチ感の、うん、ちょっとハレンチストレッチもありまして。いいですね、あのスリムスタイル。スリムスタイル基本ですね。基本ですね。さあ、まあ、前山さん始まりましたよ、これ、ね。さすがなんですよ。これね、余裕。何年やってるってさ。10年。10年ね。10年ですよ、10年。いやー。すごいですよね。さすがですね。この余裕がないんですよ、ね。余裕感ですよね。まあこの後ね、ジェシーが滑るわけなんだけども、一つ言うならば、そのアグレッシブさが足りないかなっていうところなんですよ、うん、求めます、やっぱりそこは。やっぱりその最強最悪のアグレッシブ集団の長のね、私としてはですね、やっぱり、うん、やっぱりこうそつなくこなしてるという、はいはいはい、もう飽きちゃってるんですよね、うん、こうなっちゃうんですよ。まあ、でも10年間やってるとは、うん、やっぱもうまるでバターサンドイッチなんだね。ちょっと目がなんかいつもより細くなってる。なんですかね、水中メガネがないから、ちょっとね、ちょっとこすったら頭、火ついちゃいそうな感じですよね。マッチ棒。マッチ棒ですよね。ひどいなこの。ちょっと緊張してきてるかもしれないですね。あ、この後、あんな綺麗な滑りをね、見せられてね。これは。でもこの時ね、やっぱりなんかうんちく垂れてる、うんちく垂れて、若干船酔いも混ざってるかもしれないですね。ダメ、じゃあそれを見せてもらえる、ちょっと酔っ払ってベロ出ちゃった、ベロ出ちゃってます、ベロ出ちゃってます、ベロ出ちゃってますね。ああ、わこうこう行っちゃいますかね。タヒチも出るっすね。さすが、もうこの段階でも下手くそっすよね。この待ち方ね、待ち方が冷たいっすよ。冷たかったっすか？冷たかったっすよ、全然。いや、今日この時随分気持ちよかったと思いますけどね。おーおーおー、おいっすよ、おいっすよ、おいっすよ、立ちました、立ちました。水中メガネしてないっすね。してないっすね、もうなくなってますね。おちょっと音入って、ちょっとアグレッシブ、なんかヘロヘロじゃないですか。全然ヘロヘロ。おい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 、いい動きしてるじゃないですか。いいですですね。うわい、おい、アングレッシブさありますよね。まあまあこうなるっすよね。着地する気がないっすよね。もともとのね。もうパスしちゃってるっすからね。取ってますからね。でもやっぱりこれね、あのスノーボードの動きが一緒っすよね。楽しみ方はね、いろいろだと思いますよ、これは。着地は考えてないですよね。いいんですよ、なんかフリースタイルですから。フリースタイルですから、これ。
まだいい曲流れてるじゃないですか、このメロディックコアに乗せてね、ちょっとパンプして完全に水中メガネで忘れてるっすね。忘れてますね。いいっすね、やっぱりこのアグレッシブさですよね、アグレッシブさ。ね、負けられた感じがしますよね。全然もう、足りてないですけどね。ジェシーさん、タレントさんなんですか。まあ、そうですね、タレントさんではないですよね。面白い素人っていう括りで、本人曰く漁師だって言ってますよね。ちょっと三村さん、これいい感じなんじゃないですか。タレントさんの雇われ店長で漁師。多分漁師ですよね。納得したんですね。漁師で納得したんですね。ああ、詳しいんだ。もう終了してますね。漁師さんなんだって本気で思ってたからね。本当に魚が好きすぎて、本当に鮮魚のバイトしたんですからね、スーパーの。あ、そうなの。これも間違いないですよ ね、 一応ね。これはもう絶対にやんなきゃいけないですよ。一応ちさせて。腕がもうパンパンで。腕パンパンで上がれないわ。もう引き上がらないっていう。いやもう上がれないんですよ、もう腕がパンパンで。実際もう。せーの。せーのって言っちゃった。せーのって言っちゃった。ダメだわ、やっぱり。やっぱりダメ。この時はもう。あ、ここまでくれば大丈夫。ここまでくれば大丈夫。これ、ね。共倒れですけどね。共倒れですね。膝が入ってますから。何やるんだよ。膝が完全に入ってますからね。この時入っちゃったんですね。なるほど。座礁して、座礁。すぐ持ってくんだ、ね、もう30、もう後半なのにね。こうやって楽しんじゃう、うちらもね。お、すげえ。ボラだ、ボラ、ボラ。ボラ、ボラ、どこですか、どこ。やばい。濡れてない人いますか。濡れてない人。こっち入ってるじゃない。溜まってるよね。漁師なんですよね。漁師なんですよね。もともと。何釣り。もともと今違うんだ。GPK のやつですね。兄さん、ちょっとこれ。何。トラブってる、トラブってる。浸水してきちゃってる。見た方がいいぜ。上がったとこ。本当。一台。まずいんじゃねこれはね、この後も絶賛しましたけど、美味しいんだね。うまいっすね。またそうなりますよね。自身もやっぱりそうはやっぱりね。これもう頭からこうね。意外とここの流れがこうなるんですよ。綺麗に一回転。綺麗に一回転。ちょっと焦ったわ。いい夏休みですよね。いい夏休み楽しいですね。楽しいですよね。この川で水で戯れてっていうのは。合わせて74歳ぐらいになるんですからね。まだまだいけそうですよね。そうですよね。戻ってきました。あ、帰ってきました。このタイミングも相変わらず分かんないですね。はい、ということで前半終わりまして。ブレイクモード。あ、前半。これ前半ですね。なるほど。今回の前半なんですけど、まだありましたよ。ありました。ありました、ありました。で、どうですか、恵子ちゃんの滑り。いや、恵子ちゃんはもう本当にリラックスできててね、もう本当にまああんな滑りしてたら疲れないんだろうなっていう感じの、本当に私はもう本当に水に顔つけなくてもいけるようなんつって、本当に顔つ、ね、水につけないまま、そうなんですよ、終わったもんですね。俺らもう本当にもう最初のなんていうんですか、リリースの段階で俺なんかびしょびしょですからね。滑ってないんだよね。終始水中メガネ忘れてたんですね。余裕がなかった、ね、仕込みあったんですけどね。余裕がなかったなと思います、はい。余裕がなかった前半でしたけども、じゃあそれでは後半どういう風になったのか、それでは V じゃあそっからの V。OK。はい。マッスル Q。どうしようもないですね。失敗です。はい、ということで、ホルスタインって言われてるから。ウェイク終わりまして。お疲れ様でした。お疲れ様でした。天気も良くてね、すごく面も良かったんで、気持ちよかったんではなかったでしょうか、ね、気持ちよかったです。気持ちよかったですね。2人は楽しそうだったんじゃないですか。楽しかったです、楽しかったです、あれ、ジェシーさんそうでもないですか。疲れちゃいました。ですね、ちょっとせっかく真山さん囲んでるんで、ちょっとお話ちょっといろいろと聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、真山さんすごく茨城県の大好きで、本当は愛知県なんですけどね。愛知県出身なんですけ ど、茨城県の大使ということで、好きって言い続けたら慣れちゃいました、ね、なんかすごい優しい茨城県の人は優しいですね、本当にね。茨城県、まずじゃあいいところって何、そういうなんかこう、みんな優しいし、あとなんか10年ここに通い続けて思うのは、
多分5年目ぐらいからみんな地元の友達みたいに接してくれてて、多分2年目ぐらいからかな、そうですね、2年3年目ぐらいの時、こっち2年目移ってきて、3年目ちょっといろいろね、そうです、移ってきて、そうです、コミュニティができてきて、できてきて、それからみんなの家庭の事情とかまで知るようになってで、そしたら地元の友達みたいな安心する場所になって、そっから毎週来てましたよね。来てましたね。で、最終的にそこら辺に家借りてましたね。そうそう、 家まで借りて、はい、そうなんですよ、家借りて、マリーナに通ってたんですね。で、ブログをやってるんですけれども、そのブログにいつもこの赤い橋が映るんですね、ウェイクボードをやってると。そうなんですよ。で、すごいここの空気感が好きだから、それをこうブログにずっと書き綴っていて、そしたらこの赤い橋で茨城の読者の子が気づいてくれて、そうなんですよね。で、私がここがの場所が好きだって言ってたら、言っていて、で、茨城県が好きになっちゃって、茨城弁とか、ああいう訛りとかもいいって言いますもんね。大好き、大好きですよね。めちゃめちゃみんな優しいし、だ逆になんかこう標準語よりも訛ってるぐらいの方はね、あと素晴らしいなと思ったのは、1時間2時間圏内でこんなに自然があって、ピーマンとかの出荷、ね、ピーマン、そうそうそう、ピーマンね、ピーマン出荷率とか1位、そうだったもん。さすがやっぱり大使ですから。そうそうそう、さすがっすね。データ入ってますよ、はい、俺30年ね、37年生きてきた、俺初めて知ったっすからね。ピーマンが1位って。ピーマンも1位だし、ピーマンナンバーワンっすよ。ピーマンもだし、あと何個か1位いっぱいあった。メロン1位、そう、メロン、メロン、アンデスメロンとか、共和の方とかね、こっちも穂高の方も有名ですよね。朝日、うん、ね、朝日、やっぱりメロン、デカメロン伝説。やっぱりね、他のピーマンと比べると茨城さんは大きいんですよ、ピーマン。そう、すっごい大きくて立派、ね、肉厚でね、もう肉詰めなんかしたら最高ですよ。最高です、うん、料理しやすいですね。もう一つで腹いっぱいになっちゃうんですね。ね、そんなをこう言い続けてたらもう大使というお仕事ということで。そうなんですね。それで、とにかく野菜の出荷率が高いというか、うん、本当にレベルが高い、なのにこの東京の真横で、近くで、すごいなんか茨城ってそういう意味では、とっても貴重な土地なんじゃないのって思って、おー、サンクチュアリーですよね。我々を含めてね、大好きになって、いろんなそのウェイクボードから入ったけど、いろんな、そうですね、そうですね、ウェイクから入ったけども、もうそのいろんな魅力を知って、で、好きだ好きだって言い続けていた時に、まあでも震災があったわけですよね。そうですね、震災もありましたけどね。震災があって、ここもね、浸水したし、そうです、ここも津波でちょっとさらわれちゃった感じだったんですけど、やっぱり私の地元の友達だと思ってる、ね、子たちみんなお家が大変だったんですよね。その後になんか私な、愛知県出身なんで、なんかちょっと申し訳ないなと思って、大使のお仕事やりたいなって言っちゃったけど、申し訳ないなって思ったんですけど、その時にまたしませんかって言ってくださったんで、もう喜んでやりますみたいな感じで。いやでも本当に大使決まったら僕も嬉しかったですよ、やっぱり。ねえ、いや僕も嬉しかったですよ。今日初めましてですよね。初めまして、どうも。初めまして、ありがとうございます。震災ね、震災ね、大変ですよね。もうとにかく本当にあのブログでもあのよく茨城の魅力をね、いろいろと発信していますので、ぜひ、前山さんのブログも皆さん見ていただきたいなと思います。はい、でですね、出てる、前山さんも、でもできるんですね、あのモデルとしてのお仕事、もう何年ですか。私はね、もうジェシーさん、まあ、小学校4年生の時に初めてその小学館の、その学研の付録にその私のカバーが出て、それがまあ一応スタートとしたらスタートですから、もう24年間やらせていただいてるんですね。そうですか、うん、対する、前山さんは対するね、いや本当に対するんですけど、私は14歳の時に始めて、はい、じゃあ先輩だよね。続けて14歳から、はい、で15歳か16歳の時に、今アネキャンをやってるんですけど、キャンキャン出たんですね、3回ぐらい、でももう誰も顔も名前も覚えてもらえないぐらい、ちょっとコットだけやって、
でその当時憧れてた JJ、はいはいはい、JJ のモデルさんに憧れているモデルさんがいっぱいいて、で JJ に行ったんです、で JJ で7年お仕事してから、その時ですよ僕知ったのはコカ・コーラの CM で、ああそうですね、それはもうキャンキャンにその3回か4回出た時からのファンですからさすがですね、まあ、俺の方がやっぱ先輩だよ、ね、先輩ですよね、うん、やっぱり、まあ、トータルで言うと21年目です。21年、はい、あ14、15で出てね、16でやっぱ盗んだバイクで走り出してね、うん、そうですよね、うん、15だったかな、あれは、あの夜は尾崎言うとかです。いや、いいんですよ、そこは気がつかない言わなくて、みんな知ってるんで、そうそう、お時間なんですけども、今日振り返ってどうでしたか、ジェシーさん。あ、ミー、ユー、やっぱりこう、ね、モデルの真山恵子さん、いやもうやっぱりね、いつも本当にヒゲ同士でやり合ってるんで、もうちょっとそう、こうヒゲ同士で、あのもういつもはもう2人でやってるんですよ、ヒゲ同士で、ヒゲ同士でやってるんでね、やっぱこう一点入りますと、やっぱこう現場の雰囲気が和やかになるっていうかね、やっぱりいいっすね、いいですよね、うん、我々にはやっぱり女性が必要だなってことを再認識、ね、させていただいて甘噛みしましたけどね、はい、甘噛み王子ですから私は俺は神々王子です。ただまあ動じないですよね、そうはね、負けないですよね、もう、でウェイクボードに関しても、はい、そのやっぱり3回目ということで、やっぱり、まあ、10年やってらっしゃって、こう、リラックスしてこうライディングしてるんですよね、俺はもうガチなんで、完全にもうまずいっすね。でも上手ですよ、いやもうそうだよね、上手ですよ、もうどこに乗らしたって上手です、僕は横、やっぱ横乗りのプロですからね。そうですね、横でも縦でもね、そうですよ、どっちに乗らしても上手ですよ。一回じゃあ縦のやつも見たかったですね。縦のやつはそこそこ見せられないです、それは見せられないですよねここじゃなかなか、それこそ旦那さん紹介していただかないと縦は見せられないです、はい、ただウェイクボードそのやっぱり俺も真剣すぎて、全然的には面白くねえなというところですね、もっとなんかできたんじゃないかなと思うんですけどね、でもやっぱり滑り方がスノーボードでしたね。あ、なるほど、そうですよね、技とかもね、いろいろ決めてもらったんで、決まってはないですけどね、決まってはない、まあ、仕掛けただけであって仕掛けてくれて、やっぱり、あとその海パンを上げるパフォーマンスと、あと下ろすパフォーマンスがあってもね、これはまた来年の、ね、そうですね、課題としてね、課題ということですね、そうですね、もともとあるキャラクター。小山さん今日どうでしたか、今日一日ちょっと今日はですね、ちょっとリラックスして、ちょっとあのバラエティーなんですけど、バラエティーなんかちょっとごめんなさ い、よくわからないままここに入って、はい、ここよくわからないままこう絡んで、今日始めましてなんですけど、本当にわからなかったんですけど何をいいっすね、何をこう求められてるのかとか、俺のもう生き方そのものですね、うん、素晴らしい、よかったっすね、まんまです。あ、うん、じゃあまんまあのうちらの考え通りにいったってことですか。そうなんですか、分からないまんまもう絡んでたから、もうどんな番組になっても私責任ないからいやみたいな感じで、大丈夫、そんなんで大丈夫、大丈夫です、うちらもよく分かってないんで。でも楽しかったですか。うん、どうですか。楽しかったです。あ、楽しかった。あ、じゃあよかったです。もうだってここにいるだけで楽しいし、まあ初めましてだけどものすごい楽しかったんで、楽しかったですか。あ、よかったです。あとミムさんが飛び込んでくれただけでも満足かなみたいなそうなんですよね、何考えてるのか分かんないですよね。今日結構張ってくれたよね。今日張りましたね、やっぱり。でも本当怪我しないで皆さん、よかったです。本当楽しくゆるく、はい、茨城のいいところは本当ゆるくてあったかいところなんで、はい、じゃあそれを癒されるんですよ。そうですね、じゃあ県外の人そう言ってもらえるところはやっぱり、皆さんやっぱりね、その辺はやっぱり僕らも大事にしていきたいと思います。本当に本当に、はい、ありがとうございます。まあ本当に癒されるようなところであってほしいと、はい、私もずっとここ来ます。はい、わかりました。じゃあ締めたいと思います。ではジェシーの方から締めの言葉をお願いしたいと思います。なるほどね、はい、まあ恵子ちゃんも大使ということで、なんかすごい偉そうで、大使ってすごい、今俺締めにかかったところですね。もう今冒頭言っちゃったんでまた帰ってきますよね。まあ大使ということでね、本当に大したもんだということでね、素晴らしいダジャレで終わるっていうね、新しい試みでございます。本当はボーイズビーアンピシャスでね、やっぱ大使は井田家の方で行こうと思ったんですけど、かぶってきちゃったんで、大使という、茨城大使ということでね、まあ本当に大したもんだということで、どっか来てね、これで終わりでいいんじゃないかなと思います。かぶしたとこ切って、もう一回やる。大丈夫です、いいんです。もう次があったんで、うちは絶対に切らないですから。切らないですから、そこは行きます。ありのままの我々を見てほしいというところ。ごめんね、分かんなくて、全然分かってなくてごめんね。大丈夫です、これもう全部切らないでいくんで、2時間半ですか、次は。2時間半で、次2時間半で行きます、ね、はい、行きます、はい、ということで、はい、ということで、
今ですね、茨城県って、何だっけ、魅力度ランキングが、最下位の、そうです、最下位です。魅力度ランキング、今、ね、真山さんが魅力をいっぱいね、発信してくれたのに。めちゃくちゃあるんですよ、海あり、山あり、川ありで。なんでもできるっすもん、谷も、もちろんある。谷ありますよね。なんで今バスト見たんですか、谷あるんだろう。ちょっと俺ちゃんとそういうとこ見てるっすからね、このサングラス越しに。だから俺サングラスかけてる。目線バレないように。さすがですね。でですね、この茨城県が今キャンペーンを始めました。なめんなよ茨城県。こちらです。なめんなよ渡辺直美さんとね。ね、これピースの綾部さんですよ。うん、が、ここにジェシーちゃんも来てね。本当にですね、皆さんね、茨城県っていうのはやっぱりね、愛知県の方が素晴らしいっていうぐらいやっぱり。素晴らしい県なんで、皆さんね、自信持っていきたいと思います、うん、はい、なんでこれを最後に、皆さんで見せてね、終わりにしたいと思います。では行きたいと思います。せーの、ジェシーの横乗り、あれちょっと待って、ジェシーの横乗りパラダイスで、なめんなよ茨城です。ごめんなさいね、分かってなくても全然大丈夫です、大丈夫です、はい、それではジェシーの横乗りパラダイス、なめんなよ茨城でした。待って、ごめん、茨城って。ではジェシーの横乗りパラサイト、なめんなよ茨城、ありがとうございます。やったぜ、なめんなよ、なめ猫。最終的には良かったんじゃないですか。今良かったよね、うん、タイトル変えちゃったっていう、タイトル変えちゃった、なんか無駄って、はい、上がりました、はい、押され気味でしたね。いや、まあそうですね、見てると、はい、まあ、押されてたわけではないんですけれども、やっぱり人の話を聞かないですよね、英子ちゃんは。結構黒柳徹子さんみたいな感じでしたよね、うん、自分の思ったことを思ったタイミングで言ってくるんで、そうですね。でも面白いですよね、あの後のココスがやばかったですよね。そうですね、あの後ちょっとお食事に行って、そこではかなり打ち解けたっすかね、まあ、時間が、ね、あればですね、逆に行きましょうか、こっちから愛知でもどこでも、あ、東京でも、もういばきらもうそっちのけでね、そっちのけだ、うん、つったって、まあどこで撮ったってね、まあ、放送されない茨城はもういいじゃないですかっていうところでね、じゃあですね、まあ 2ヶ月またぎでしたけども、うん、今月9月は何か、ジェシーの方は9月は16日の月曜の祝日ですね、はい、これはマインドスケートボーディングパーティーと7月に1回やって、これは面白いぞとなったんで、じゃあ第2回やっちゃおうぜなんつってスケートの、企画しておりますんで、茨城県は県政公園ですね、はい、筑西市、じゃあそちらの方に皆さんぜひぜひ来てくださいよ、集まってほしいですね、はい、あと、なんかもらえるっすから、なんかもらえるっすか、うん、お、じゃあぜひ行ってもらいましょうか、うん、僕の方なんですけど、今度、9月の19日、うん、木曜日かな、また僕パーソナリティで、あの菊池慎太郎っていう番組の、スピンオフ番組の方に、慎太郎菊池、はい、そうです、その方に僕は出ますんで、もしよかったら、あれです、うちの社長です、あー、うん、なるほど、キャメラマンさんの、そうそうそう、おー、なるほど、それを俺は、え、出ないよ呼ばれてない、あ、いらない、呼ばれてない、あ、なるほどなるほど、もう収録になったんで、あ、なるほど、収録終わっちゃったんですね、なるほど、じゃあ早速向かってで、ね、見てもらいたいと思います。来月からはまた通常のスタイルに戻りたいと思います、マインドの方から、あ、なるほど、ね、もう来月あたりからちょっと忙しくなってくるんで、放送できないかもしれない、まあ、ミルムさんが引っ張ってくれるね、その時はね、うん、その時はそこの場で僕なんとかしますよ、はい、俺がきっちり仕事してるところを収めていただいてね、たまにはまあ真面目なドキュメンタリーでもいいんじゃないかなと思うんですけど、楽しみにしてます、じゃあ、うん、はい、それではまた Facebook 等でその内容をチェックしていただけたらと思います、うん、はい、それではもうそうそうお時間なんですよ、あ今日ほとんど喋ってないよね、本当っすよ、脱いでただけだよ、ね、いやマイクいらねえでしょって感じこんな吊るしの、ね、吊るしのマイク、はい、それでは、ジェシー指名お願いします、あ、けいこちゃんまた来てね分かりました、ちっちゃん、ちっちゃん、おら、寂しいよ。
七五吹いた頃そいつは穴から這い出して雪山目指して進むのさ。雪崩に流され息を呑む危険を恐れず牙を剥く涙が流さぬ山男。